では、バースプーンの解説をしてまいります。基本的にはカクテルを混ぜる道具とお話ししましたが、こちらの先端部分見ていただけますと、フォーク型になっております。このフォークの部分は、チェリーやオリーブなどをすくって取ったり、ライムやレモンなどを刺して絞るときに活用いたします。では、バースプーンの持ち方を説明していきます。まず、バースプーンの中心の部分。こちらに、中指の第二関節上のあたりを当て、薬指と小指を上から添えます。人差し指と親指は自然にバースプーンを握ってください。こういう形です。これが基本的な持ち方です。では、実際に回していきたいと思います。最初はグラスだと少し怖いかもしれませんので、プラスチックの容器などで練習していただいてもいいかと思います。バースプーンの背の部分、こちらをグラスの向こう側に沿わせながら差し込んでいきます。そして混ぜる時のポイントは、中指と薬指が重要になってきます。中指で引くような気持ちで、そして薬指で押すような気持ちで回していくと回しやすいです。そしてこのグラスの底にしっかりと這わせるように回してください。薬指で押し、中指で引く、薬指で押し、中指で引く。少しこういった斜めのラインで押し引きすると自然と回転いたします。この際混ぜる時の注意点は、腕を使わずに手首から先の部分を使って回すように意識してください。